前ね、ラミーが、そう、記念日の話をしていて、まあ、こう、今後ね、まあ、いっぱいさ、フォロメンが増えていくじゃないですか。まあ、今後いっぱい増えていくと、一人のね、フォロメンが増えるにあたって、記念日が二つ。周年と、あと、誕生日。で、プラス、3D お披露目とかあるんだったら、3D お披露目で、そう、一生に一回のものが出たりとか、ね。したらね、365日が、なんかね、誰かの記念日っていうことになるんじゃないかみたいな。言ってて、いやいや、そんな、ラミーさん、ちっ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 て言って。ちなみに団長、当時のね、ホロライブ、ちょっとね、今、一言だけ言いたいの。いいんだよ。記念日なんて。人のね、誕生日とか、周年な、デビュー日なんてさ。まあ、デビュー日は調整してほしかったけど。ま、誕生日とか仕方ないじゃん。団長、アクタンのデビュー日、そして、トア様の誕生日に被ってますからね。もうね、当時のホロライブ、ちょっとおかしいから。今だから言えるけど。そう、今こんなにでかくなったから言えるけど、当時のホロライブおかしで。いや、団長さ、なんか新人だったからさ、気づかんかったけど。いや、気づけ。なんで気づかねえんだ。おかしいだろ。配慮しろ、配慮。いや、そう、ほんとにね、こう、小さかったですからね。今よりかはね。かなーって。ロボコさん、毎週 3D 配信してて、すんごいなー。あえて被せたんじゃね。いや、それで首を絞めてるのはね、首が締まるのは、あれですかね、スタッフさんですからね。団長は知りませんよ。もう記念日が被ることによって、ね。大変ですからね、記念日が被るということは。まず譲り合いが始まります。皆さんに説明しましょう。記念日が、コロメン記念日が被ると、まず、毎年、スタジオをね、抑えるのにも数ヶ月前じゃないといけないんで、まず最初に今年は誰が、当日に、3D 配信をするか、まず譲り合いが始まります。で、団長はね、結構ずらしてた、去年とかもずらしてて、そう、まあ、今年はどうなるか、まあ、ね、蓋を開けてみないとわかりませんが、そこら辺ね、ケビンでもみんなね、アクターもトア様も大人で、そう、なんか、皆さんがやらないならやるけど、全然別日にもできるので、みたいな、ゆず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 みたいな感じで。なんかでも前に、